陸間川沿いに今月1日に開設された日田市の柳葉じゃや、厳しい暑さの中、旬を迎えた鮭を炭火でこんがり焼く光景は、水郷ヒタの夏の風物詩です。天然の古木を食べてますからね。その古木を食べている鮭から全くあの味わいとかね、あの違います。油の乗りが良くてね、もう最高でございます。こちらの柳ヶ沢は あやの塩焼きのほかに、刺身や炊き込みご飯など、あゆづくしの贅沢な定食です。地元で養殖されたものが使われていますが、広い池に少量を飼っているため、天然の苔で育ちます。そのため、香りがよく、期間中、何度も訪れる人もいるそうです。身が柔らかいでしょこれで、外が、皮がね、こんがり焼けてるから、な香りもいいし、口触りっていうのかな、それもいいですね。 すごく美味しいですよとってもふっくらしていて美味しいです<笑><笑>夏って感じがこうして旬の味わいって感じでいいですね一方竹田市小木町の小木の里温泉では特産のトマトを存分に味わうことができます夏バテで食欲が減退する時期ですがトマトはあっさりと食べやすく栄養も豊富なので訪れた人に喜ばれています 野菜がいっぱい食べれて美味しかったです。甘くて美味しかったです。また食べに来たいです。こちらは味噌ベースのスープに輪切りのトマトとチャーシューをのせた温かいラーメンです。トマトの産地ならではの珍しい一品です。おぎのトマトは時期的にはですね今ちょうどいい時期なので、えー、さっぱりとでコクがあって、えー、美味しいかと思います。 またたっぷりのトマトソースがかかったオムライスもあります。夏らしいトマトの赤も相まって食欲をそそります。ぜひおいしい小木の夏のトマトを召し上がっていただいて、えー、夏バテ知らずの体にしていただきたいと思います。今週も厳しい暑さが予想されています。地元の食材で英気を養い、夏バテ防止に役立ててみてはいかがでしょうか。